嬉しい初優勝を飾りました音淵選手、ステージ到着です。どうぞ拍手でお迎えいただきたいと思います。見事デビュー初優勝です、音淵選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦終えて今の感想いかがでしょうか。ちょっとレース的にはあれだったんですけど、はい、失敗もあったんですけど、一着でゴールできてよかったです。ちょっと予想外の展開という感じでしたかね。そうですね、はい、簡単に今日の優勝戦振り返っていただきたいと思います。はい、まあ、今日優勝戦結局は3対3の枠なり進入、スタートというのは理想的な位置からの起こしという感じでしたか。いえ、なんかちょっといろいろあって分かりませんでしたね。はい、そのスタートですがタイミングがコンマ16でした。あ、はい、これはどうでしたか。ちょっとアジャストしました。はい、まあ、1コースがコンマ0台と、まあ、イントップスタート1番郷原選手逃げる展開での1マークどういう判断でしたかね。まあ、もう外前しか考えてなかったです。はい、もう差し場はないという感じでしたか。そうですね、遅れてたので、はいはい、で一周バックテレッチでは、まあ、3番手あたり前の2人がちょっと2マークにかけて競る展開でしたが、これは見えてましたか。見えてたんですけど、バタイさんにうまく回られたので、はい、失敗したなと思いました。はい、ただその2マーク失敗しても、まあ、ちょっと前の2人が競る形で、まあ、先頭争いという感じでしたけれども、2マーク回った後いかがでしたか。まあ、ちょっと競ってたのでチャンスはあるかなと思って、外から狙ってました。はいはい、2周のホームではバタイ選手も内側迫ってましたけれども、このあたりいかがでした。まあ、先頭に出れば抜かれることはないなと思ったので、先頭に上がった瞬間どんな風に思いました。いや、ちょっとヘルメットの中で叫びましたもうこれはやったぞという。そうですね、はい、その後、まあ、トップ抜け出しての展開というのはどうでした、自分の中では。いや、なんか不思議な感覚でした。まあ、これまでちょっと味わったことないような感じでしたかね。はい、まあ、終わってみれば今回初優勝ということで、改めて振り返ってみていかがでしょうか。はい、もう今年の初めから師匠とか先輩に、優勝今年1回絶対しろって言われてたので、目標が達成できてよかったです。はい、やはりそのあたりは、まあ、新鋭戦卒業してということもあったんですか。いえ、そんなことはないんですけど、いっそいっそ自分なりに一生懸命した結果だと思います。はい、まあ、昨年この徳山の新王座で G1 初出場を果たして、はい、まあ、初の一着もありました。その経験というのは、はい、今振り返ってみていかがでしたか。はい、いい経験でしたし、はい、これからもっと上の舞台で戦いたいんで、はい、もっともっと頑張らないといけないなと思います。はい、まあ、新鋭戦卒業しましたけれども、来年年齢的にはヤングダービーというのもありますんで。そうですね、はい、それは目標にしてます。はい、やはり今後に向けてもこの初優勝というのは非常に弾みになりましたかね。はい、はい、では最後集まっていただきましたファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、もっともっと努力して強くなりますので、温かい目でご声援よろしくお願いします。見事初優勝となりました音淵選手にお話を伺いました。それではこれより表彰を行います。音淵選手、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。ただ今から G3 札幌ビールカップの優勝選手表彰を行います。では優勝しました音淵選手に賞状、優勝トロフィー並びに副賞としまして、エビスビール5ケース分が札幌ビール株式会社中四国本部中国外食営業部長片平義彦様より授与されます。お願いいたします。賞状、音淵聡殿、あなたは徳山ボートレース場における第1回札幌ビールカップにおいて優勝されましたので、これを承知します。平成25年8月26日札幌ビール株式会社代表取締役社長小賀正樹代読、おめでとうございます。そして今回は札幌ビールカップということで、こちらが贈られます。副賞としまして、エビスビール5ケース分が音藤選手には贈られます。まずはこちらお受け取りいただきたいと思います。そしてエビスビール5ケース分、こちら、一応見本という形ですけれども、音藤選手に受け取っていただきたいと思います。ボートレース徳山札幌ビールカップ優勝目録、エビスビール350缶24本入り5ケース、札幌ビール株式会社代表取締役社長小賀正樹代読。
初優勝おめでとうございます。札幌ビールといえば、まあ、元祖高級ビールという感じのエビスビール、こちら5ケース分が音淵選手に送られました。ありがとうございました。以上をもちまして表彰終了いたします。片平様ありがとうございました。ではこれより写真撮影を行います。どうぞ音淵選手赤いステージの方にお立ちいただきたいと思います。そしてどうぞご希望のファンの皆様ステージ近くにお集まりいただきたいと思います。今回は札幌ビールカップということで、優勝賞金とともに札幌ビールおなじみのエビスビール、こちら音淵選手には合計5ケース分が贈られることになります。元祖高級ビールといえばもちろんこのエビスビールということになりますが、こちら音淵選手には合計5ケース分贈られます。1週間ぶりのビール、これはもう最高だと思います。しかも今回は初優勝、最高の音淵選手にはプレゼントとなったと思います。見事札幌ビールカップで初優勝となりました音淵選手です。では最後にもう一言伺いたいと思います。ようやくビールが飲みます、いかがでしょう。残念ながらお酒が全く飲めないので、はい誰かにあげたいと思います。そういう方にプレミアムアルコールフリーというのもありますんで。はい、あっちの方がいいですまだ、はいはい。まあ、いずれにしても初優勝ということで恒例の水神祭ですけれども、今日はこの後いかがでしょう。はい、これも全く残念な話なんですけど全く泳げないのでちょっと困ってます。ではぜひ気をつけていただきたいと思います。では最後に改めて初優勝の感想をお願いします。はい、これで一段階ステップアップできたと思うので、これからも一生懸命頑張ります。また応援お願いします。優勝しました音淵選手にお話を伺いました。それではこれより音淵選手退場です。どうぞ拍手でお送りいただきたいと思います。